トークル。お兄ちゃん好きだよ。結婚しよう。お疲れ様です、ムービンです。今回もキミキスのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは7と海でデートいたしました。というわけで今回ラストになるかもしれないパートを収録していきたいと思います。はい、いやこれで終わるとね、だいたい6パートぐらいになるし、やっぱ見やすいシリーズになるんじゃないかなと思います。キミキスは、はい、サキノさんと会っていきますが、あ、おはよう。はい、今日も一日元気に行こうね。頑張るぞいと。じゃあね。あ、一方的に会話されていっちゃいましたね。あ、ムービー何も、いや佐々木ですね、佐々木何も言わなかったですね。はい、というわけでラストのゲージ上限、あ、そうそう、食堂か。これあれだね、意味ないはず。もうマックスまで行ってるから、ちょっと放課後までカットしますわ。はい、はい、というわけで放課後の食堂イベントでございます。勢い余ってもう押しちゃいました。はい、ん、あそこにいるのは、おい、なな、何してんだ、何してるんでしょう。あ、お兄ちゃん、なるちゃんとジュース飲みながらおしゃべりしてたの。おお、なるみちゃんですね。そっか。ねね、なるちゃんって面白いんだよ。さっきも、うん、そういえば奈々のやつラブレターをもらってたよな。ああ、だいぶ前の話に感じますね。そういえばそうだな。返事どうしたんだろう。だったんだよ、なるちゃんらしいよね。あ、聞いてなかった。あれ、お兄ちゃん聞いてる。あー、ごめん、考え事してた。もう、せっかく面白い話してあげたのに。怒られるやつや。ごめんって、ごめんごめん。それなら、ラブレターの返事どうしたんだよ。え、気になる。気になりますね。そりゃ気になるよ、妹なんだから。そうだよね、妹だもんね。ちょっと寂しそうにしてんな。いやいや、妹以上の関係でいいんですよ私は。あのね、とっくに断ったよ。あ、そうなんだ。そうなのか、どうして。よくわかんない。よくわかんない、わかんない。その男の子って人気あるし、見かけもかっこいいんだけど、うん、だからって好きにならなきゃいけないわけでもないし。まあ、確かにな。手紙をもらって嬉しかったけど、その先どうしていいのかよくわかんないし。なんか恋愛しようって思わないのか。多分私にはまだ早いんだと思う。別になんか恋愛的な関係になる気もないしなみたいな。別に嫌いじゃないけど好きじゃないしみたいな感じか。そっか。安心した。なんで僕が安心するんだよ。なんとなく安心してるんだろうな。私、お兄ちゃんが彼女作るまで恋人作らないんだ。永遠にできないですけど。そんなこと言ってずっと作らなかったらどうするんだ。私も作らない。それでいいんかい。また子供の頃みたいにお兄ちゃんのお嫁さんになるとか言い出すんじゃないだろうな。それはさすがに。あ、それはさすがになんだ。さすがにないか。でも私がお兄ちゃんの妹じゃなかったら絶対お兄ちゃんのお嫁さんにしてもらったよ。なるほど。なるほどって汚い声でちょっと。あー、なるほどな。そうなると兄である佐々木がつれえかもしんないな。ちょっと今途中さ、これってやっぱ兄弟の愛なんだなって納得してるけど、なんやかんやさ、生足に興奮したりさ、妹の背中に手突っ込むのをちょっと躊躇したりしてるじゃん。そういうの感情がある中でこういう発言食らうとうってなりそうな気がする。ありがとう。じゃあね、お兄ちゃん。あー、どうなんだこれ、佐々木的にはどう終わるのこれ。どう終わるんだこれ。甘酸っぱい感じで終わんのかな。さあ、そろそろ帰るか。エロゲーじゃないからなこのゲーム。ナナに会いに行きましょう。このゲームさ、エロゲーではないからさ。あ、これはナナ側から来るパターンっすね。特殊イベント全然入らんね本当に。はい、じゃあいっか、飛ばすか。多分7ルート入っていくからなんでしょうね。一応でも結構ね、熱いシーンがあるんですよ。熱いシーンというか個人的に盛り上がるシーンとかがあったりして、それ見れたらなと思って一応行ってるんだけど、7の部屋に。はい、でも多分7ルート何回も行って申し訳ないけどね、多分7ルート入ってるから、それは競合しないようにしてんのかなって、そういうシステムなんじゃないかなと思ってます。はい、クリューさんおはよう。クリューさんが朝早いパターンじゃん。おはよう。今朝は早いじゃない。今日はね、
ナナが起こしてくれてからなーって。私の仕事が減って助かるわ。それはそうだな。ナナさんが、ナナさん、ナナちゃんが起こしてくれたからな、やっぱ。アマお姉ちゃんじゃん。は、おはよう。今日も暑いね。そうね。嫌になるわね。嫌になるわね。嫌になるわね。似てねえよって。というわけで、じゃあアタックしていこうか。パンチラ見れるかもしれないから、ワンチャン食堂を狙っていきます。はい。さてさて、もう早速初手からアタックしちゃうよ。アルミちゃん、話しかけない。あ、いない。やっぱ91いねえな。91いない傾向の方が強いな。まあ、運ゲーなんだけどね。これに限っては。はい。というわけで、ナナと喋りたいか。あ、喋れますね。はい。あ、ナナか。ねえねえ、ちょっといい？一緒にお話ししよう。あ、もちろん OK ですね。全校って妹ボットじゃない、逆か。あの、全校って兄ボットと化しましょう。はい。はい、3つ入れないといけないというなかなか難しい局面でございますが、うまく入れていきたい。制服、おお、入りましたね。今まで入ってなかったけど、投げてみたくなりまして投げました。やっぱね、それなら私も気に入ってるんだ。この時ってだいたい運動入ってないイメージあるけど、どうかな。いや、でもそんなことないか。スポーツ、あ、入りましたね。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあレンチャンボーナス狙えると嬉しいかなと思ってるけど、どうだろうな。最悪2回チャンスあるし、ちょっと健康も多分入るんだろうけど、今まで出てきてるから。でもちょっとアクセス、あ、やべ、ショッピングにしちゃった。あ、入った入った、よかった。アクセサリーの方が確実に入るの知ってるから。あー、ショッピングってこの話題か。あ、商店街ブラブラするのがどうのか、どうのこうのうんぬんかんぬんですね。はい、すっごくいい感じ。褒められました。そしてゲージマックスです。とうとう物語もクライマックスアタックしていきましょう。うい。どうですかね。ねえ、お兄ちゃん、学園祭誰と回るの？いや、決まってないですね。うん、決めてないけど。そっか。じゃあ、私と回ろう。ね、いいでしょ？それしか選択肢見つかんねえな。そうだな、一緒に回ろうか。いいね。お兄ちゃん、ありが。うん、待て。え、待てって何？今抱きつくつもりだったろう。誰かか。なら兄弟なんだから、そんなやたらと抱きつくもんじゃないぞ。うーん、仲良しだから別にいいんだもん。何、佐々木の中でもうすでに割り切ってんの？仲良しでも周りから見たらちょっと変だろ。変じゃないもん、微笑ましいの。抱きついたりくっついたりして恥ずかしくないのか？恥ずかしくないもん、楽しいもん。ああ、でもだんだん変わってくんかな、大人になってくると。抱きつこうとしたって無駄だぞ。うーん、つまんない、お兄ちゃん好きがないんだもん。あ、でもやっぱ大人になってこんな状態じゃないよね。ダモンとか多分言わないだろうから。そうそう、好きを見せてたまるか。好きあり、ありがとうお兄ちゃん。抱きつかれましたか？ああ、この CG っすね。キスまでされてしまいましたね。ナナ。じゃあお兄ちゃん、学園祭楽しみにしてるね。なんだろう、主人公脱妹しようとしてんのかな。ああ、噴水の前で待ち合わせしよう。噴水の前だね。うん、わかった。それじゃあね、お兄ちゃん。あ、じゃあな。さて、どうなるんでしょうね。まあカットですね。これは基本的にカットしていきましょう。おっと、7イベント来たか、とうとう。うわ、地震だ、結構大きいぞ。これ7に今会いに行ったんですけど、今回も起きないかなと思ってカットする気満々で今押しちゃったんですけど、黙ってたんですけど、来ましたね。ふう、やっと収まった、びっくりしたな。お兄ちゃんななみたいな。どうしたみたいな。あ、ナナ。地震だよ。バイブレーションナナ。怖かった。おお、横振りまで。縦振動だけじゃなく横振動も加わって、もう目がチカチカするぜ。お、もう大丈夫だよナナ。すごく揺れたんだよ。ナナも揺れてましたね。分かってるって、もう収まって安心しな。まあ、日本地震大国ですからね。なんか喉の調子が悪い。ちょっと待ってください。
はい、失礼しました。あ、日本はね、地震大国ですから、ちょっとね、起きますよね、よく。今日はお兄ちゃんと一緒に寝る。寝ましょう。そういうわけにいかないだろ。だってまた揺れるかもしれないんだもん。それはそうだけど、ほら部屋へ送ってやるから、もう寝な。でもまた揺れたら、まあ、さっきの揺れが余震だという可能性ありますからね。寝つくまでそばにいてやるよ。本当？絶対だよ。かっこいいな主人公。はいはい、ガチャバタン。寝た後なんかなこれ。はい、というわけでスキップイベントですね。早く学園祭が来ればいいのに。ということで、7のイベント、あの7とたくさん会いに行くとこういうイベントがたくさんあります。一応ね、パターゴルフを私シーズン1で見たんですけれども、麻雀をするパターンもあります。で、麻雀の方は私攻略見てるから、あ、麻雀あるんだなって知ってるんですけど、今回はそれ見ません。ごめんなさい。そこはね、許していただきたい。もしね、気になる方はぜひキミキスを買ってプレイしてみてください。よろしくお願いします。ということで、学生祭まで待ちきれないなということで、時を超えよう。時を戻そうならぬ時を超えようですね。ペコパスね。はい。35日目。今回どうなるんだ？思い伝えないよな。いよいよ学園祭。今日で夏も終わりだな。新学期になって1ヶ月ちょっと積極的になろうって頑張ってきたけど、今日そう思いを伝えるんだ。伝えるの？すべてを悲しい思い出に変えないためにも、僕が思い伝えるのは、7。お、伝えるのか。7に伝えなきゃならないことがあるんだ。え、どうなっちゃうんだ？どうなっちゃうんだーつって。芸人ネタ多いな、私。いい天気になってよかったな。絶好の学園祭日和だ。年に一度のお祭りだし、今日は楽しむぞー。どうなるんだろう。私もドキドキバクバクですね。へえ、この辺りは随分賑わってるな。仮想喫茶があるぞ。後で寄ってみるか。7とは噴水で待ち合わせだったな。はい、ここですね。この左側にありますね、噴水が。お兄ちゃん。待たせたかな、7。ううん。今来たとこだよ。じゃあタイミングバッチシっすね。そっか。さて、どこから回ろうかな。あ、お兄ちゃん。あのね、私行きたいところがあるの。どこだ？行きたいところ？うん、まお姉ちゃんに教えてもらったんだけど、川田先生がプール用具室で占いやってるんだって。水晶玉を持ってる、やべえやべえおばさんね。怒られるぞっていう。へえ、そうなのか、うん、それでね、すっごく当たるって評判なんだって。そうだね、そういう話だったね。行ってみてもいい？行きましょう。そうだな、行ってみるか。はい、ありがとうお兄ちゃん。さて。大人気。お兄ちゃん、早く早く。これいいの書いて。これなんかさ、あのプール用のさ、あれじゃないの、なんか時計とか測るやつじゃないの。なんか書き込んでるけど消せんのこれ。あ、ずいぶん挟れてるけど、占いの結果がいいとは限らないぞ。そっか。まあ、そういうのも回避する云々の話もしてくれるのが多分占いだから。そもそも何を占ってもらうつもりなんだよ。それは行ってみてのお楽しみ。恋愛系に強いんじゃなかった確か、この占い。こっちこっち。7はどうなんだ。結婚まではさすがにって言ってるけどな、どんぐらい主人公に対して好きなんだ。なんかさ、背景に城みたいなの映ってるけど、何これ、貼ってんの、なんかなんすか。もう見てんすよあんたの姿は。ようこそ占いの館へ。これ最初見た人はびっくりするかもしんないけど、このルートにそもそも入んのに、まお姉ちゃんルートクリアしないといけないから知ってんすよこの見た目。川田先生その格好。うわ、川田先生本格的。どっかで買ったんすかこれ。占いは雰囲気が大事なのよ。ろうそくまで買っちゃっても。兄弟のお客さんは珍しいわね。何を占ってほしいの。何占うんすか、7。私とお兄ちゃんの前世です。聞いてどうすんの。え、前世そんなこと占えんの。あの何っけ、まあ、真央姉ちゃんかそれは。佐々木の、佐々木じゃないや、川田先生の下の名前忘れちゃった。川田先生そんなこと占えんの。はい、
私とお兄ちゃんはすっごく仲良しだから。聞いてどうすん。きっと前世は恋人同士だったと思うんです。それ聞いてどうすん。そうだい。何言い出すんだなら。どんな恋人同士だったか占ってもらえませんか。どんな恋人同士だったか、もう恋人のこと確定で言わないでくんない。河原先生困ってるよ多分。ごめんね、それはちょっとわからないわね。そういう占いはやってない。未来のことは占えても、過去、それも生まれる前のことはわからないわ。占いって結構前世占いみたいなあるけどな。そうなんですか、がっくり。相性とか占えんじゃない。どこの国の王子様と姫様だったのか。そこまで決めてんの、どういうこと。わかるわ、夢見る年頃だものね。まあそれはありえるか。まあ高一だしな。まだよかったわね、可愛らしい妹さんがいて。いいでしょう、あげないっすよ。お騒がせしました。いいのよ、いつまでも仲良くね。末永く幸せにってことだな。河田先生ありがとうございました。面白いな。では次の方。役に入りきってるでこの女。なんで下に行ったんだ、わかんないけど。それはやってんな。トモさん、トモちゃんか。楽しかったね、お兄ちゃん。トモちゃん先生か。そうだな。次はどこへ行く。聞いてどうしたいんだろう。そろそろお昼だし、家庭部へ行こうか。うん、行く。なるちゃんのうどん食べる。そうね、なるちゃんうどん作ってるんで。行きますか。なるみちゃんはシーズン2かな。よかったら見てやってください。こうして楽しく学園祭を過ごした。いいね。いいっすね。さあ、どうなるんだ。エンディングもそうだし、エピローグも気になりますね。夕日が当たって、もう夕方か。いい雰囲気になりましたね。お兄ちゃん。そうだな。今日は一日ありがとう。すっごく楽しかった。僕も楽しかったよ。夕日が綺麗だね。毎回この屋上のシーン、まあ、屋上とは限らないんだけど、夕日が毎回出ててすごい綺麗なんですよね。そうだな。ねえお兄ちゃん。ん？今日の私たち恋人同士に見えたかな。まあ、常に見えてると思いますけどね、正直。え？私たちは兄弟って知らない人が見たら仲良く学園祭を回る恋人同士に見えたかな。え、ナナはどうしてんだろう。どっちなんだろう。恋人になりたいのかな。それは見えたと思うよ。お兄ちゃんはどうしてそんなに私に優しくしてくれるの。え、妹だから、好きだからかな。海へ連れて行ってくれたり、好きだからかな。学園祭を一緒に回ってくれたり。私え、なんで悲しくなってんだ。ななそれは、うん、そうだよね、兄弟だもんね。分かってる。兄弟のレベルを超えて好きだという主人公がその気持ちを伝えるか否か。小さい頃から私、どうなんだ、お兄ちゃんに甘えてばっかりだもんね。そんなことないよ。ななこそ僕にはもったいない妹だよ。お兄ちゃん、私ね、お兄ちゃんに伝えたいことがあるの。どう来る、どう来るんだ。恋人レベルで好きなのかな。どうなんだ、兄弟のレベルを超えてるか。どう来る。お兄ちゃん好きだよ。結婚しよう。え、ナナ、私お兄ちゃんのいいところも結婚しよう。あんまり良くないところもみんな知ってる。だってずっとそばにいるんだもん。お前はいつも僕の後ろをついて回ってたからな。うん、そうだね。だからね、お兄ちゃんは、はあ、好きなんだ本当に。他の女の子と話してると胸が切なくなるの。まあ、今回1秒も喋ってないけどね。その子が私の知らないお兄ちゃんを知ってるんだって思うと悲しくなるの。どうする主人公。それでも兄弟であろうっていうのか、いや俺も好きだっていうのか。お兄ちゃんのこと一番知ってるのは私のはずなのに。禁断の愛に手を出すか。ナナ、妹ってつまんないね。生まれた時からそばにいるのにいつの間にかいられなくなって、私
どうしてお兄ちゃんの妹なんだろう。お兄ちゃんのことこんなに好きなのに。主人公もな、一時期マジで好きで悩んでたからな。両思いだったんだ。誰よりも、誰よりも好きなのに。あ、泣かないで、ナナ。デコ中だ。泣いちゃダメだ。デコ中だ。ありがとう、お兄ちゃん。やっぱ妹が最高なんだよな。よし、よしってなんだ。かあ、最高だな。お兄ちゃん。いや、言わないのか、お前。言わないんだろうな。言わないんだろうな、きっと。相変わらずデコチューすると泣き合うんだな。そうみたい。あ、言うんだ。あ、でも、あ、見たことがあるな、後の言葉があるのね。なら正直に言うよ。僕はナナを妹じゃなく一人の女の子として見たことがある。すごく可愛くなったなって。妹じゃなければなって。お兄ちゃん、可愛い妹を持つと苦労するよな。ナナより可愛くて僕のことを分かってくれる女の子なんてそう簡単に見つからないよ。お互い様だね。そうだな。私、お兄ちゃんから卒業しなきゃね。いつまでもお兄ちゃん、お兄ちゃんって甘えてちゃダメだよね。そうだな、それはそれで寂しいけど。私、お兄ちゃんの妹でよかった。僕もナナみたいな妹がいて本当によかったよ。お兄ちゃん、最後にもう一度デコチューして。いいよ。いやー、最高すぎるこのストーリー。お兄ちゃん大好き。いや、お互いのその気持ち知った上で通常の兄弟に戻るのか。いや、熱いなこれ。いやー、違うんだと思ってたな、私。びっくりした、最後。キミキス結構途中がなんか、味渋いことたまにあるんですけど、ラストが強いこと多いな、やっぱり。はい、振り返っていきましょう。はい。いやね、正直ね、こうなると思ってなかったね。なんか、7とこんな感じに最終的に終わると思ってなくて、なんか主人公がやっぱりナナのこと好きだから、その自分がナナを一人の女の子として見たことあるよっていうことは言うと思ってたのね。言うと思ってたんだけど、それを言って、あの、でもやっぱ兄弟だからっつって普通の兄弟に戻るっていう一方的な気持ちだと思っていて、そのナナちゃんはお兄ちゃん大好きでめちゃめちゃ甘えてくるんだけど、でもそれでもやっぱりただ甘えてきてるだけの甘えん坊な妹なんだなって私は思ってたから、最後の最後に実は一人の男として見てたよってのは来ると思わなかったね。ビビったわ。でそれをお互い分かった上で兄弟にちゃんと戻るっていうね、最高ですね、最高ですね。まあ、このゲームはギャルゲでありエロゲではないので、そんなね強行突破で2人くっつくっていうのはないと思ってたんですけど、まあいい終わり方でしたね。それでもなんやかんや付き合うみたいなのもあったりするけどね。なんか方法には背くけどみたいなありますけどね。まあそういう展開はまあこのゲームではないと。まあそういうのを見たければね、まあ、当時の同人誌とか漁るのがいいんじゃないですか。まあないと思うけどね。今ほとんどないと思います。何年前のゲームよこれみたいなところありますからね。何年前？ 15 年以上前なんじゃないの、下手すれば。甘神が10周年この前あったと思っていて、キミキスはもっと前だと思うんで、15はいかないかもしれないけど13、14とかあるかもしれないですね。はい、
最高の妹でしたね。妹キャラ私大好きで、あの甘々な妹も好きだし、結構ツンツンしてる妹も好きなんですけど、あのだからミヤ、あの甘神の方の妹キャラも好きなんですけど、やっぱね、やっぱ甘い系の妹王道だなって思って気持ちよかったっすね。はい終始気持ちよくなってた、終始気持ちよくなってた。ほらもうだって、あ、顔から精神抜けてましたもん今。あの、あ、戻ってきましたけど、今ちょうどその話をしたら、いやー、もう何喋っていいかわかんないですね、正直。なんか振り返ることの難しさよね、この船良に関しては。なんかもう良かった記憶しかないから、いいなーみたいな、このストーリーいいなーって。あ、仮にもう一つ振り返るとしたら、あれかな、強く当たっちゃったあたりかな。やっぱ主人公がやっぱああいうところって苦しいじゃないですか、見てても悲しいし、あの人によってはなんでこんな多様すんだよみたいな言う人もいると思うけど、やっぱり私は兄弟持ったことがないから、ある意味そういう無責任な発言もできるっちゃできるんですけど、やっぱりね、なんか兄弟って付き合うって変だみたいな、要は母親を好きになるのは変だ、兄弟を好きになるのは変だってあるじゃないですか。なんでなんだろうねあれって。まあ、なんか実際兄弟であの子供を作ってしまうと、何かあのあまりここでは言いませんけど、あまり子供の状況もよろしくないとかそういうこと言われてますけど、あれはなんでなんですかね。そういうのがあるから法律になってるのかな。そこら辺の私詳しいところわかんないですけど、そういう事情もあるのでね、やっぱり一般的に変だとされていることだと、同じ男女なのにね、一般的な夫婦とかね、恋人同士の同じ男女だけど、やっぱ家族で好きになるのは変だよっていう風潮がありますからね、まあ、主人公が相当悩んでたあの時期は間違ってないのかなと思います。はい、まあ、人によってはねイライラしたかもしれないけれども、私はやっぱりああいうストーリーは好きです。はい、主人公が思い悩むストーリー大好きなんで、はい、そうやってね人が成長していく姿をやっぱ恋愛ゲームは見れるわけで、はい、よかったですね。とというわけでエピローグです。胸に秘めておかなきゃいけない思いってあると思う。なるほどね。初めてラブレターをもらってどうしていいのかわからなくて、ここら辺でやっぱお兄ちゃん好きだなって思ったんかな。なんかラブレターもらってすげえかっこいい人で告白されて嬉しかったけど、その人じゃないなって思ったのは、その上位互換にどうしてもお兄ちゃんがいたからなのかな。お兄ちゃんかっこいいと思ってて、仲もいいし理解してくれるし、そういう人が近くにいたからこの人じゃないなって思っちゃったのかね。いつの間にかその男は、あ、やっぱりそうなんだ、お兄ちゃんを比べていた私。あ、比べれば比べるほどお兄ちゃんの方が優しくて、ナナのことを分かってくれて。そうなるとね、劣るわけだね、その男の子が。そんなこと考えちゃうからお兄ちゃんを困らせちゃうんだよね。まあでも兄貴自分で困ってたんで、別にナナちゃんが悪いとかではないと思います。ああ、どこかにお兄ちゃんより素敵な男の子がいないかな。いや、それは難しいんじゃないかな、やっぱ。いや、いないっすよね、そうそう、やっぱり。ウケるな。おはよう、お兄ちゃん、一緒に学校行こう。やっぱ兄弟として一緒にいるってことっすね、これからも。最高でございます。はい、僕から卒業するんじゃなかったのかって今から再入学。再入学するんすか。ずっと仲良しでいてね、お兄ちゃん。最高、優勝ですね、マスターピースですよこれは。はい、はい、というわけで高速、あれ高速ってもうなかったっけ、あれ、うん、クリューさんからもらったやつかな、これ。あれかな、各ヒロインからもらえんのかな、各ヒロインのやつがランダムで1個みたいな感じなのかな、まあ、予想だけど。7専用の話題はないのかね。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。最後にね、見ましょうか、奈良の絵を。多分あると思うんで。はい、おー、 Thank you for playing。 パンチラーしてますけどあ、ブルマかな、多分ブルマ下に履いてんのかな。はい、というわけで、これ隠しルートなんでね、そこまで遊んでくれてありがとうみたいなことなんでしょう、きっと。はい、よかったですね。
長いキミキス実況となりました。パートは約70パート、96パートかなだと、うん、96? 69パートかなだと思うんですけど、長い実況シリーズとなりました。はい。皆さんのね、ヒロインのですね、仲良しルートは行ってないので、よかったら皆さんもね、キミキスを買って、自分で、またね、自分で、私がね、見せてしまったスキルートをやるもよし、仲良しルートを見るもよし、いろんな選択肢を見て、楽しんで見るもよし、話題もね、まだ出てない話題とかもあると思うんですよ。奈々ちゃんも、お話が短縮されてますけど、私が投げてない話題って結構あるので、それで反応を見るもよし、ぜひね、皆さんの手でまた、キミキス、プレイしていただきたいなと思います。というわけで、名残惜しいですか。とうとうね、本当にキミキス、実況、終了でございます。皆さん、長い間、お付き合いありがとうございました。よかったらね、また今後もゲーム実況やっていくので、別のゲーム実況シリーズでお会いいたしましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ムーミンでした。バイバイ。